でもいじっぱりですからだからといって、インフルエンザの時に、いや、私、体調大丈夫なんで、つって学校来ないで欲しいよね。<laughs> それはさすがに家で療養して欲しいよね。あ、今の一言はどうか来ない密に怒られてしまいます。え、マコと秘密ごとちょっとエロくないなんで紫横にいいんだよ。二 <laughs> 人きりの秘密ごとにさせてくれよ。告げ口したりしないよ。なんなら主人公が告げ口したところで、マコの言葉と主人公の言葉を、吉野がどっちを信じるかっていうところだよね。<laughs> きっと残酷な結果になってしまうから、とても試せることじゃないけど、それよりもちょっと出かけてきます。 夕食までには戻るつもりですお、そう行っちゃう久々のシなツそうだね、そういえば。<laughs> おかみさん元気にやってるかなあの人もあの人で十分ストイックさ化け物なんだよな。きっと。どこに行くのだご主人。村雨がずっとご主人の言動が不思議でならないんだね。<laughs> さっきから音ボケが多すぎな、お前。<laughs> じいちゃんに用事があってな。来た来た来たた <laughs> やっと来たよ何日経ったと思ってんだったよね、この街来てから。すいません。 参りますあ、おかみさん来た <laughs> 久々のハはんなりだ俺の呼びかけにに応じじてて以前と同じように女性が出てきてくれるお待たせいたしました。あら。確か、大旦那さんの。やっぱ大旦那さんって呼ばれるの強いよな <laughs> 超かっけえんだけど。はい。孫の、ありちまさです。すいません。本当なら宿の手伝いをするはずだったのに。あ、そっか。あの一件から一回もシナッソを着てないのか。おかみさんにはちゃんと正式に謝った方がいいね。確かに。<laughs> こいつ、人手不足だっつってのに、脳ノ々ーノーと他の家で暮らしやがってみたいな感じで思ってそうだもんね。 大丈夫ですよももう春祭りり終わりましたしたねいや、怖いな <laughs> 京都の人ってこういう感じで言うもんね。大丈夫じゃない時でも。<laughs> ちょっとぼかして、心の中で渦巻いてる闇を明かさないみたいな。ほんと、力になれず申し訳ありませんでした。<laughs> めちゃくちゃ謝る、やばい。<laughs> 今日申し訳なさそうじゃん。さすがのおかみさんもにっこりだね、これは。ももうすすぐ新しい従業員も入ってくる予定ですからら心配なさらずえ、人手不足の話どこ行った <laughs> 自然光いらなかったじゃん、じゃん <laughs> タイミング遅えな。春祭り終わっちまったぞ。それよよりも大旦那さんですよねあ、はい、呼んでもらえますかはい、かしこまりました。女性は建物の中に戻っていく。ずっと女性呼びなんだよな。<laughs> 名前ねえのかな。軽く深呼吸をして心を落ち着かせた時、じいちゃんが中から現れた。急にどうしたわざわざお前の方から来るとは。いや、なんか今日すげえ久々に人に会う気がする。<laughs> 小春レンタローも十分久々だったけど、じいちゃんとかおかみさんも全然久々だったもんね。もうなんならロカネは未だに出てきてくれないっていう。<laughs> ロカネ、次登場、何ヶ月ぶりなんだろうな。何かか問題でも起きたかいや、問題というか、その。 あ村ラサメいるんだ <laughs>。もう常にそばに付いたハイゴールみたいになってんのね。どうしたた言言いたいことがあるならはっきり言わんかちょっと怖いよ、言い方 <laughs>。おかみさんの後だからかわかんないけど、じいちゃん高圧的だって <laughs>。ちょっと抑えて抑えて。俺、じいちゃんに頼みがある。俺、俺は、俺は男になりたい。頼みます。俺を男にしてください。何その頼み方 <laughs> 普通に素直に稽古付けてくださいって言えばいいじゃん。何男にしてくださいって <laughs>。そろそろ夜も近いから下ネタオッケーだな、みたいな感じやめて。 ま、さごお前、何を言っているんだどこに需要があんねん <laughs> 一瞬で顔赤くなるの何 <laughs> 確かに主人公の勘違いさせるような言い方は悪いとは思うけど、あの程度のセリフで責めすんな。このままじゃ俺はダメなんだ。ちゃんと鍛えてもらわないと大失敗すると思う。<laughs> どこ何を <laughs> <laughs> 一体鍛える歌詞はどこなんだた、確かに、経験がなければ失敗をするかもしれんが。だからと言って、わしに,に、男に、男、にだとんうりせえな、お前 <laughs>。<laughs> 孫の何倍も生きてんだから、そこら辺、圧倒的余裕な感じを見せてくれよ。普通に童貞男子高校生同士の放課後トークみたいになってんじゃねえか。それはわしに頼むようなことなのかもっと適切な人間がいるのではないか。仮にじいちゃんの思ってる方だとして、適切な人間はじゃあ誰なの <laughs> まさかパパ <laughs> <laughs> こんなことじいちゃんにしか頼めない。わしにしかって、お前。<laughs> しょうがないなって顔すんなよ。<laughs> ちげえから、早く誤解とけよお前。チャンネル登録。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら、高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ。